林、この2人が今お立ち台に姿を現しました。それではヒーローインタビューです。放送席、そして満員のホークスファンの皆さん、ヒーローインタビューです。まずは8回途中2失点、今シーズンの3勝目を手にしました東山投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日のご自身の投球を振り返っていただいてどう見ますか？先に、2点を取られてしまって、上林が、4点取ってくださって、本当に楽になりましたし、最後ですね、僕のエラーで、ピンチを作ってしまったんですけど、そこを翔さんが、乗り切ってくれたので、今日は、上林とそして翔さんと、そして仲間に感謝したいと思います。ただお話の通り先制点こそ奪われたものの、その後は本当に安定した粘りの投球だったように見えたんですけれども、いかがだったでしょうか？今の味方の打線も活発ですし、しっかりと自分の仕事をすることだけを考えて、今日はずっと投げてました。それにしても昨日今日とチームの下位打線凄まじいばかりですね。僕も投げたくないですね、はい、本当に味方で良かったと心底思われたと思いますけれども、今日もですね、このゴールデンウィーク大勢のファンの方々が詰めかけてくださいました。ファンの皆さんにどうぞ一言お願いします。はい、これからまだまだ試合は続きますし、チームの状態も徐々に良くなってきているので、今後とも球場に足を運んで応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。まずは先発しました東山投手でした。そして昨日に続いてのお立ち台です。今日も満塁ホームランにタイムリーヒット、上林選手です。見事なバッティングでした。ありがとうございます。すごいですね。いや、できすぎですね、はい、昨日5打点今日5打点2日で10打点の荒稼ぎです。明日怪我しないように頑張ります。まずは満塁での場面です。どんな思いで打席に入りましたでしょうか？そうですね、前の打者の松田さんが三振してしまったんですけど、昨日も同じ場面で自分が三振してしまったんで、今日は自分が打ってやろうと思って打席に入りました。素晴らしい当たりでライトポール切れませんでしたね。そうですね、本当切れなくてよかったです。満塁といえば一昨年のデビューの時を上林さんの場合も思い出すんですけれども、やはり満塁で上林というようなイメージも着々とつきつつあるように思いますが、ご自身としてはいかがでしょうか？いや、あまり期待してもらっても困るので、たまに打てるように頑張ります。ご謙遜なさっているようですが、ただその後今度は低めのボールをうまくセンター前にタイムリーヒット、技ありのヒットになりました。いや、本当にうまく打てたと思います。はい、ありがとうございます。それにしましても本当に昨日も今日もこの恐怖の8番恐怖の下位打線、チームの状態というのもどんどん上向いてるんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか？自分は下位打線打ってますけど、上位打線の先輩方は本当にすごい人たちばっかりなので、自分は本当に陰で頑張りたいと思います。これでチームは3連勝です。で、今シーズン最多の貯金が4になりました。素晴らしいです。そうですね、ただ本当に昨日も言いましたけど、優勝を目指してやってますので、優勝するまで気を抜くことなくやっていきたいと思います。博多の街はどんたく港祭りで大いに盛り上がってはいますけれども、このヤフオクドームも負けず劣らず満員御礼、大勢のホークスファンの方々が詰めかけてくださっています。ファンの皆さんにどうぞ一言お願いします。本当にいつも温かい声援ありがとうございます。明日からも試合続くので、
一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。東山投手そして上橋選手でした。放送席どうぞ。連日のお立ち台に上林の方は上がりました。そうですね、連日で、10打点加えたということで15打点にもなって、まだもちろん打点の、ね、ランキングトップに並ぶほどではないんですが、ちょっとこういうのに、ね、名前が上がってくると面白いかなと思ったりもします。まあ、でも満塁上林というのはちょっともう1本ぐらい打つ と, ちょっと本当につきそうですけどね。まあ、そういう印象にはね、イメージにはなっていきますよね。